ちょっと待ってください。あれ？はい。なんか、レコーディングが前後に分かれちゃったから。もう一回いきます。いや、大丈夫です。大丈夫です。レコーディング一瞬止めましたけど、まあ、続けます。次が、血圧ですけど、血圧に関しては、あれ？血圧ってのは、血圧ちょっと忘れちゃいました。血圧ちょっと、で、最後、負荷ですけど、全負荷に関しては、全負荷に関しては、なんだっけ、効果、前回は静脈管理で効果が血管抵抗です。血圧何だったか、ちょっとテキスト見ますね。血圧がちょっと頭抜けちゃったんですけど、血液の流れる勢いで血管抵抗と心拍数を赤で表されます。そういう形で、形ですか。あとなんか忘れてるとこありますかね。あと、冠動脈で大動脈が気分から心臓を管理するという冠動脈が流れます。まあ、あと、あとまの前負荷後負荷とか、あ、前負荷効果ですか。あ、そうです。前負荷が静脈管理で効果は血管抵抗っていうやつです。はい、そういう感じですか。あとは自然伝導系だと、叫脚を経てってやつがなかったです。こんな感じですか。ここまでが解剖整理です。ちょっと今日はちょっとなんか先ほど勉強会があって、ちょっとそこまで覚えきれてなかったんですけど、一応解剖整理やりました。ありがとうございます。いじや、おゃあ、疲れ様です。じゃあ、次一応回確は認します。証拠を行きましょうか。次回は証拠いきます。じゃあ、ちょっと。はい。